環境に優しい電動バイクで巨木を訪ねながら世界一周にチャレンジしている藤原寛一弘子夫妻の世界一周旅行。4月11日、2人はサンフランシスコを後にし、カリフォルニアに向けて出発しました。旅の荷物に加えて予備のバッテリーなど、出発の準備もなかなか大変なようです。これが荷物を全部、積み込んだ状態です。マジェスティです。4つ積んでます。でこっちが電動バイクパッソです。こっちは荷物は、最小限。向かった先はヨセミテ国立公園。カリフォルニア州シェラネバダ山脈にあるアメリカの中で最も人気の高い国立公園の一つです。広さは東京都の 1.5 倍。世界一の一枚岩エルキャピタン、ハーフドームなどの壮大なヨセミテ渓谷、世界一の巨木など様々な見どころがあります。グリズリージャイアント、一番大きな木ですね。2700歳です。ちょっと他の木と違って握力があるというか存在感ありますね。ちっちゃく人がいるの分かるかな。枝というよりも別の木がまた生えちゃってるような感じですね。続いて2人が向かったのはキングスキャニオンとセコイア国立公園。セコイア国立公園はカリフォルニア州南部シェラネバダ山脈の西斜面にあります。セコイアは世界で最も大きくなる巨木の名前です。ここはセコイアの巨木がたくさんある、もうすぐ見えてくるんですけど、シャーマン将軍の木というのが世界最大だということなんで楽しみにしています。ネイバこの木が世界一体積の大きい木と言われる一番大きい木ですね。旅を開始してからこれまで雨にも降られず順調に旅を進めてきた2人でしたが、タンク修理です。嬉しそう。変だ。初めてです。犯人はこいつです。向こうは湖、まだ出発して30分ぐらいしか経ってないんじゃないですかね。今日は目的地にたどり着けるんでしょうか。ちょっと危ないかもしれません。一応この通りタイヤの方もバッチリです。パンクも無事克服したようですが、この旅に必要なものといえば電源。電源のない宿に泊まった時などパッソルの充電はどのようにしているのでしょうか。キャンプです。電気を借りて充電してます。テントの中で充電、すごいですね。その図、サンフランシスコを出発しカリフォルニア州のビッグパインという町まで来た2人、この後はどこへ向かうんでしょうか。電気バイク、電動バイク世界一周中の藤原です。今いるところはカリフォルニア州の
ビッグパインという町です。ここを出た後はディスバレーの方に向かっていきます。ここはですね、アメリカでも最も気温が高くて乾燥している、地帯だと言われています。まあ、多分暑いと思うんですけども、そこを、電気バイクで、とことこと、抜けて、その後に向かうのは、ラスベガスです。でラスベガスの後はさらにさらにまた東へ東へと向かって、アメリカの、ゴール地点となるニューヨークの方に向かってひたすら強く10キロ30キロでとことこと、進んでいきたいと思います。これからのレポート、また楽しみにしていてください。それではまた、さよなら。